朝日山城は佐賀県鳥栖市村田町に存在した中世の山城。佐賀県鳥栖市村田町の標高132.9メートルの朝日山山町に位置する。1334年上に生協の子で朝日市の祖となる朝日市方が築いた。以後200年ほど朝日市の居城となるが、八代、大の木が今日6年間に打ち死にし、 朝日山城は一時大内氏の大館が収めた。その後一時小二市に吉見を通じた九州丹大部川議長が城に入ったが、1532年には小二市と北部九州で対立する大内氏の攻撃を受け、主張である綾部城と共に朝日山城も落城した。その後は勝尾城を本拠とする筑紫氏が支配したが、1572年には、 小二世教を擁立し、竜造寺氏に対抗した、旭山城主筑紫衛門とその父、筑紫明門親子が、竜造寺高信に降伏。筑紫氏は、綾部城補化を竜造寺氏に活上しては僕した。1586年には北上してきた、島津家久に、当主、筑紫広角が敗れ、カツ城ともども廃城となった。城跡は車や掘り切り、土塁。 茂来池の跡などが残る。旭山全体が旭山公園として整備されており、車の内部には遊具なども置かれているが、山城の面影をよく止めている。ありがとうございます。